はい、どうも、こんばんは。今回ですね、瀬野クラブ、瀬野卓球センターじゃない、瀬野クラブにお邪魔させていただいてます。で、コーチの細谷です。お願いします。瀬野です。お願いします。最近僕らね、ハマってる動画があって、絶対に滑らない戦術っていうのを一つ教えてほしいなと思って。できますか？絶対に滑らんやつ、絶対点取れるやつ。なるほど。ありますか？1点、大丈夫？全然乗り気ちゃうけど。こちらからいきましょう。じゃあコーチ、絶対に滑らんやつっすよ。大丈夫ですか？いけるっすか？ジュンはもう相変わらず、はい、ペース、うん、取りに行く取りに行く、はい、うん、ティンオールサーブからいきます。ちょ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 、ま、負けたっすね。大丈夫、カメラ弱いやつ。おお、ちょっと待って、ちょっと待って、趣旨が違う。この意図だけ教えてもらっていいですか？逆横系のサーブを強烈にかけてるんで、相手、はい、出して相手をかけさせるんですけど、逆横が強く入ってるんです。大体こっち側に入ってるんです。はいはいはい。だからもうこっちで待っといて、ループドライブをカウンターっていう戦術、滑らん。これは滑らないです。どうですか、聞いて。滑らないです。滑っとって見とって、滑り倒しとって。滑ってないっす。あ、だこれ今踏まえてもう一回やってもらう、はい、うん、さあ、おい、滑らんな。大丈夫か？ちょっと首が調子がね。言い訳から入るやつ。首の調子がな、うん。やば、回転違う。うわ、あ、あかんやん、ミスしとかない。入れてあかんねん。入ると思わないですか？意図を教えてください。ちょっと真ん中ぐらいから、はい、フォア前にちょっとこう切れていくようなサーブを意識させておいて、はい、わざと体重こっちに引くので、はい、こっちに来そうな雰囲気出るんですよ。ああ、なるほどなるほど。体重こっちに寄った時に長いの行って枠でこうなったのをミドルに打つという。ああ、これは俗に言うあれやな。そうです、賢いケース、うん、強い人ケース。そうやな。だこれの嘘くさいやつが脳を騙すサーブな。え、知ってますか、脳を騙すサーブって。存じ上げないです。またLINE で送っときますね。